2024年スタートエンターテインメント上半期の顔トップ10を発表モデルプレス国民的推しランキングモデルプレスイコール2024年6月27日女性向けンタメライフスタイルニュースメディアモデルプレスは2024年上半期の総決算としてモデルプレス国民的推しランキング上半期特集を実施ここでは モデルプレス読者が選ぶスタートエンターテインメント上半期の顔トップ10を発表するモデルプレス国民的推しランキングモデルプレスが選ぶ2024年スタートエンターテインメント上半期の顔トップ101位長瀬レンキングプリンス2位京本タイガーストーンズ3位松田玄太トラビスジャパン4位メグロレンスノーマン 5位、亀梨和也カトゥーン6位、菊池風魔タイムレス7位、渡辺翔太スノーマン8位、大倉忠義スーパー89位、中丸雄一カトゥーン10位、千賀健一キスマイフット2調査期間、2024年5月17日から5月29日 回答数、7826件女性89.5%、男性6.8%、回答なし3.7%。年代内訳、10代27.4%、20代30.5%、30代15.3%、40代13.1%、50代10.4%、60代以上3.4%。 1>, 1位、長瀬レンキングプリンス。1位に輝いたのは、キングプリンスの長瀬恋。2023年の同ランキングから2年、連続主位キープとなる。1月期ドラマ、厨房のアリス日本テレビ系に続き、4月期ドラマ、東京タワーテレビ朝日系では、初の恋愛ドラマ主演で人妻に恋い焦がれる青年を熱演し、見逃し配信総再生回数は2000万回を、 突破、ビデオリサーチ算出。第5話放送後時点で吉しドラサタデーは偶は、歴代最高数値超え、最終回は放送後1日で100万回超えという、同枠での新たな歴代最速記録を、次々と叩き出した。ニクール連続ドラマ出演にとどまらず、6月の、ネットフリックス映画、余命1年の僕が、余命半年の君と出会った話、の配信も控え、 俳優として一層存在感を示している。5月末より耳の負傷による療養のため一時活動休止という苦境もあった中、メンバーの高橋海人、こうは正式には、はしごだかを筆頭に多くの人のサポートとともに無事活動再開を遂げた。グループとしては4月に事務所発の試みとなる花火イベント、キングプリンスと打ち上げ花火を 開催5月にはデビュー6周年を記念してサブスクを解禁さらに新会社キングプリンス株式会社を設立するなど最前線で新たなフィールドに立とうとしている読者コメントグループの新体制を築きながらドラマや映画といった映像作品冠番組花火大会と大忙しだったのに毎日のブログラジオインスタで ファンとの交流も欠かさなかったアイドルの感。1月期、厨房のアリスではヒロインに寄り添う青年を演じ、視聴者を沼に。4月期、東京タワーではチャレンジングな役に挑み、その演技力や美しさが大きな話題となっています。6月にはネットフリックスでの主演映画配信も控えており、まさに上半期の顔と呼べる大活躍でした。春ドラマ連続出演。 6月には、ネットフリックス主演映画配信。キングプリンスとしては、冠番組や前代未聞の花火大会開催など、俳優としての活躍やアイドルしての、キラキラした姿をたくさん目の当たりにした、上半期だったと思います。今年1月から、ドラマ、厨房のアリス、4月からは主演ドラマ、東京タワーと、連続で、ドラマに出演し、 それぞれ全く違うタイプの役でありながら深く印象に残る繊細な演技を見せてくれる。また6月末にはネットフリックスで嫁僕が配信決定し俳優としての活躍が目覚ましい。それと同時にグループ活動も精力的に活動中でイベントで打ち上げ花火したりサブスク解禁したりと新しいことにも果敢に挑戦する姿が素晴らしい。 ドラマに継続して出演しており、ネットフリックス映画の公開も6月に控え、初の打ち上げ花火大会を2回行い、インスタグラム解説後ほぼ毎日更新、ブログ更新、毎週のラジオ、テレビ番組、雑誌、そして新曲発売。日々供給があり信じられないほどの仕事量をこなされています。幸せをありがとう。2位、京本大河ストーンズ。2位は、 ストーンズの京本大河。4月期ドラマ、お迎え渋谷くん関テレフジテレビ系で主演を飾るほか、単発ドラマ、霊言お初から震える岩テレビ朝日出演、生中継。第77回、トニー賞受賞式、ワウワウスペシャルサポーター就任、言えない、秘密6月28日公開で、映画単独初主演。と、映像作品の出演が続き、 表紙を飾った雑誌は20冊以上に上る。さらに、X 級ツイッターや3月に発表した見習いアーティスト名義のインスタグラムにおける SNS 活用も話題の中心に。X にて宝島社による山崎製パンの人気商品、北海道チーズ蒸しケーキのファンブック特別付録の写真をアップすると、楽天ブックスの最新ランキングで1位にランクインする。 キョモウレ、デネットをざわつかせた。多方面にわたる活動と、並行しながら、ストーンズとして、初四大ドームツアーも完走。グループ結成9周年から10周年、および CD デビュー5周年から6周年という節目を迎え、浜田正都発案の野外音楽フェス、ゴブゴブフェスティバル出演など新たな挑戦で子としても、チームとしても進化し続けている。8月より、 俳優の古川雄大と W キャストを務めるミュージカル、モーツァルトの上演を控えている。読者コメント X の大インスタの神は、ドラマ、映画、ミュージカルと媒体を変えて、主演を務め、グループでのドームツアーや、スペシャルドラマを成功で収め向かうところ的な詩なので、4月期の主演ドラマ、5月のスペシャルドラマ、6月公開の主演映画、 夢だった低劇ミュージカル、モーツァルト。主役に抜擢、ドニーショー、スペシャルサポーターも。X では発言が次々にトレンド入り。当初身分を隠したインスタグラムではアートな才能を見せてくれる。ストーンズとして4大ドームで2024年のスタートを切り、ドラマで主演を務めており大活躍の中。 個人の X やインスタグラムで、今日もと大河のカオスな日常を届けてくれているから。グループとしては4大ドーム公演、初フェス参加。個人は主演ドラマ、主演映画、W キャスト主演ミュージカル、雑誌の表紙も20冊以上。X では、今日も売れ、を叩き出すなど、今季最も忙しいアイドルの一人だと思います。ドラマに映画にミュージカル。今年は、 虚無の年で間違いない。主演ドラマと映画の主題歌も、ストーンズで任せてもらえて、虚無が持ってきてくれた奇跡が、結成日発売の音色につながった。3位、松田玄太トラビスジャパン。トラビスジャパンの松田玄太は3位にランクイン。99ができない、992期の名が広まり、最近では、バラエティ番組で見ない日はないというほどの強力な、存在感を発揮。 4月からは月曜レギュラーとして、ポカポカ、フジテレビ系への仲間入りを果たし、お茶の間の知名度が拡大中。一方ドラマ、東京タワーでは人妻を誘惑する危険な青年役を熱演し、新境地を開拓。色気あふれる表現力で、バラエティとは異なる顔を覗かせ、多くの視聴者を驚かせた。7月期は、 ヘイ、セイ、ジャンプの山田亮介が主演を務めるドラマ、ビリオンスクール、フジテレビ系のレギュラー出演も決定しており、着実にキャリアを積み重ねている。さらに京セラドーム大阪にて開催された、事務所合同ライブ、ウィーアー、レッド、エスゲットザパーティースタート、では、活動休止中の長瀬連の代役として、高橋海人と共にキングプリンス、ムーブ、を披露。 前日にわずか1時間で振りを完璧に覚え、本番を乗り越えた松田は、演出を手掛けた松本潤からも事務所のピンチを救った MVP として、賞賛された。グループとしては、1月から開催した、コンサートツアー、トラビスジャパンコンセールツアー2024ロード2オーセンティシティで8都市29公演を完走。今週には、初のワールドツアーを控え、 事務所初の全世界メジャーデビューという強みを生かした活動で高みを目指している。読者コメント。次世代、バラエティスター、おバカキャラなのに、ドラマでのギャップがすごくて、存在感が急上昇していると思う。9 9二期、肉先として大ブレイク。TJ ポーズも事務所内で流行るほど大人気だったため。バラエティで引っ張りだこ。 愛されおバカキャラでたくさん笑わせてもらいました。トラビスジャパンとして世界で活躍しているのはもちろん、最近はドッキリ GP やポカポカの月曜日レギュラーなど見ない日はないです。バラエティでのおバカキャラ、それを覆す演技力。トラビスジャパンの名を広げてくれてありがとう。4位、メグロレン・スノーマン。4位は、スノーマンのメグロレン。3月に、 CM 起用されたキリンビールの新ビールブランド、ハレフーは発売から1週間で販売数量100万ケースを突破。日本人男性発のフェンディジャパンメンズブランドアンバサダー就任が決まり、愛用している財布を紹介すれば、たちまち同商品が品切れになるなど目目売れが社会現象に。他にもキリン、午後の紅茶や、 tvs レグザレグザなど次々と CM 出演が決まり、ワイドショーに引っ張りだこだった。俳優としても、2023年までに出演した映画、私の幸せな結婚、月のの道欠け、ドラマ、サイレント、フジテレビ系、舞い上がれ、NHK、トリリオンゲーム TBS 系での演技が評価され、2024年エランドオール、小新人賞を受賞。 事務所内では1995年の木村拓也以来29年ぶりとなる受賞で歴代2人目の快挙となる。初の月9主演となる7月1日スタートのドラマ、海の始まりフジテレビ系では、メグロの名が世に大きく知られるきっかけともなったヒットドラマ、サイレントチームが再集結し、放送前から注目の的に、2025年は、 連続ドラマ単独初主演を飾ったトリリオンゲーム TBS 系の映画公開も控えておりその勢いは下半期にかけてますます加速しそうだ読者コメントフェンディーキリン彼が関わると商品が売れ経済を動かすほどの影響力ドラマ出演がない中でもフェンディーアンバサダー就任エランドール賞受賞新 CM 起用などをとにかく ワイドショーに出続けまさに話題をさらっていた。年が明けてから、フェンディアンバサダー、キリンの広告と、そして月9主演と、芸能界の中で見ても今の旬といえば、メグロレンであろう。CM の商品が爆売れしているから、フェンディのアンバサダーや CM で世間を賑わせたなと、感じました。5位、亀梨和也カトゥーン。そして5位は、 カトゥーンの亀梨和也、1月期ドラマ、大奥フジテレビ系、4月期ドラマ、デスティニーテレビ朝日系のニクール連続地上波 g P 対、ドラマ出演に加え、連続ドラマ W 東の敬語、ゲームの名は誘拐、ワウワウの主演と、上半期だけでも3本の作品に出演。本当には、漫画雑誌、 ヤングキング少年画報社で2014年から2023年まで連載されていた全悪のクズと続編の下道の歌を俳優の久保塚洋介と W 主演で実写化 DMMTV オリジナルドラマ下道の歌することが決定しており俳優としての存在感が光る2月に開催したソロイベントインサイド23エクスペリメントナンバー0ナンバー B には カメとヤマピーのぶたコンビとして語り継がれる相方山下智久がゲスト登場4年ぶりの共演が実現し多くのファンを感動の渦に包んだ一方2023年10月に開設した YouTube も話題に呪術つなぎ企画による事務所内の先輩後輩とのリアルな差しトークからプライベートが垣間見える Vlog まで 個人業における幅広いコンテンツでの活躍が際立った。読者コメント。3本のドラマ出演、映画、怪物の木こりは台湾、ニューヨークでも上映され、グローバルに活躍。YouTube チャンネルでは、事務所の後輩、先輩をゲストに招き人気を集めていて、まさに事務所を牽引する存在。ドラマで難役を演じ分け、週2回の YouTube。 カメチューブと毎週のスポーツ番組キャスター。活躍が凄まじいです。俳優、亀梨和也の存在が世間に行き渡ったから、YouTube、ドラマ、キャスターと多彩に活躍をしていた。立て続けにドラマ出演していて、どれも魅力的で素晴らしい。6位以降は ?6 位、菊池風、ま、タイムレス。読者コメント。 事務所問題や解明、メンバーの脱退など、逆風の中、契約形態の交換や個人 FC 立ち上げなど、話題にことか,かず、昨年に引き続きバラエティや YouTube での活躍に加え、クイズ番組 MC に抜擢されたり、とにかく、菊池風間関連ポストが上がるたびにバズりまくる、上半期だったから。今期も、相変わらず安定に、バラエティ、ドラマなど活躍。 グループの解明やオーディション、個人 FC 解説に対する真摯な質疑応答をしていたインスタ運用も話題に。俳優としても順調なほか、新たに MC に決まった番組もあり、テレビで徴用されている。また新グループオーディションでも話題になり、新事務所における自由度を象徴するような活動を行っていると思う。7位、渡辺翔太スノーマン。 読者コメント、スノーマンのグループとしての活躍に加え、初主演ドラマ、先生、さようならでのお芝居や、アルビオンのコラボリップ発売など、渡辺翔太らしさ全開の活躍が、グループと個人活動どちらでも活かされていた。自身の武器である美容を全面に、押し出しコスメのプロデュースや CM に起用され、主演を務めたドラマでは、TVer の新たな記録を残している。 ドラマの初主演から MC、アルビオンアンバサダーなど広い分野で活躍したから。8位、大倉忠義スーパーエイト。読者コメント。TGC の織山直樹くん、&、白衣太陽くんのステージをプロデュースしたり、髪型ボーイズを旗振り役として実現してくれたりとプロデュース業に、加え、今年は、スーパーエイトの20周年でもあり、 様々な場面で活躍しているため、プロデューサーとして、事務所内のアイドルを盛り上げている、上方ボーイズの企画が面白かった。事務所合同コンサート、We Are を、松本潤く君と手掛けていて、事務所を代表するプロデューサー。一方で、自身もソロイベントを開催するなど前進し続ける、姿がかっこいい。9位、中丸雄一カトゥーン。 読者コメント。週1のコメンテーター、朝田。生です旅サラダのリポーターなど安定した活躍ぶりは、そのままに、漫画家としての活動や個人 YouTube など新たなことに、挑戦していて、特にこの上半期は、中丸くんを多く見た気がする。漫画家として単行本発売という夢を叶えていて、新たなフィールドでの活躍がすごい。4人のチャンネルでの存在感はもちろん、 個人で解説した、中丸銀河チャンネルはゆう土中丸にしかできないような内容になっていて、自身の武器を最大限に活かしていると感じた。10位、千賀健エキスマイフット2。読者コメント。ドラマ、婚活千本ノックのヤギを焼く、ビッグスキンサイエンス、イメージキャラクター就任など個人での活躍が目立ってる。過去に話題を集めた、お前さ。 うるさいんだよも、SNS でバズってて自ら笑いに消化しているのが、さすが。ナナオーダーや岩ちゃん、岩田隆則、三代目 J ソウルブラザーアズら他事務所のタレントさんとの交友関係が広い。岩ちゃんのソロライブ潜入企画など事務所の垣根を越えた、共演は新時代の象徴だと思う。エビデンスお化けを、遺憾なく発揮した SN、SNS 活用がすごい。 質問箱での美容情報や真摯なアドバイスは毎回参考にさせてもらっています。線が県営様々です。モデルプレス国民的推しランキング SNS の総フォロワー数340万人超えのモデルプレスが Web アンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に モデルプレス編集部の審査、モデルプレス内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメライフスタイルにまつわるランキングや、アンケート結果を発表するオリジナル企画。2024年の上半期総決算となる、上半期特集では、スタートエンターテインメント上半期の顔のほか上半期の顔10組、最も流行った、J、J-POP、最も流行った、K、K-POP、最もハマった、 日本ドラマ、最もハマった、深夜帯ドラマ、最もハマった、韓国ドラマエンタメ7部門で、読者アンケートを実施し、読者の心をつかんだエンタメを発表する。